ロナウドをゲットするにはまず雷が出なきゃお話にならないんだよ。そう、雷が出ないとお話になりません。さあ、ウィリアプリアップデイ、もう一回やっていいですか？もう一回。ああ、しょうがねえな。さあ、まあ、チャンピオンズリーグのガチャ、引いていきたいと思います。いや、次回、僕ナチョ引けたんですよね。次回、ね、次回じゃねえよ。いや、次回、僕ナチョ引けたんですよね。前回ナチョ引けたんですよ。はいはいはい、いや、金の中ではかなり有能な選手かなっていうところで、うん、はい、今回はね、ぜひ黒を引きたい。いや、確率は結構高いと思います。これ、セイローいいね。マルセイローもね、ちょっととすりたいんですよね、うん。フィルミノとか、結構いい選手いるからさ。ベロッティとか。ベロッティはいいよね。俺、ベロッティは持ってんだよな。うん、フィルミノ持ってなかったかもしれないな。フィルミノも、ラインブレーカーだっけかな。うんうん、あれどうだっけ、どうだろう、ちょっと見てみますか。あ、ラインブレーカーですね。あ、そうそう、うん、あ、ラインブレーカー確かにいいよな。マノラス欲しい。やばいね、マノラス超強いよな。マノラスめっちゃ欲しいな。まあただね、やっぱロナウドなんで俺の元にこんなにロナウド来ないんだってぐらい来てないんでね。確かにここで引いてきてます。最近髪引きないからね、ジカさん。なんかさ、俺雷を本当に聞いてないんだけど、なんか最近ほど出なさすぎて俺も辛くなってくるもん。そうだよ、ね、そろそろ来てもいいんじゃねえかっていうね。もう運なんてその時その時ですから、はい、やっていきましょう。いきましょう。ツイッターでみんな言ってたじゃないですか、爆死期待してますみたいな。でしかもそれにみんなめちゃいいねしてるっていう。辛いよ俺は。いや、愛されてる証拠ですよ。行くぞ。さあ、黒来るか。ロナウドをゲットするにはまず雷が出なきゃお話にならないんだよ。そう、雷が出ないとお話になりません。いやー、来ないねー。まあそうか、そうだよな。お、聞こかしいじゃん。レアルスカットじゃん。はい、レアルスね。あ、俺持ってなかったよ。あ、そうか、うん、レアルスカットのキーパーいけるな、ね。いやー、よかったー。私の方は、いや、結構2日ともいい引きだったんじゃないかなと思います。まあ、選手いいよね。うん、じゃあ、A さんの方にバトンを渡していきたいと思います。いや、俺はもう引くよ。はい、じゃあ、俺の方も2日目、はい、僕ゾロじゃなくていいですか。何言ってんすか。俺はこれで黒を引くんですよ。まあ、見ててくださいよ。まあ、これがフラグ立てというやつですね。なんすかそれ、なんすかその技。今これは黒を感じる儀式ということですかね。まだ来ない、まだ来ない。まあ来てないです、確かに。あ、見た。とりあえず押しますか。技の意味は、こんなのね、運だから。もうそれ、今までの俺らの動画の意味よ。金じゃん。あ、6。